今収録してます。これいっちゃったよ。おやつです。おやつです。これ何ですか？これヤンニョムチキンのテリマヨ味です。これテリマヨ、あ、なるほどです。いただきます。じゃあいざいざ、あ、実食実食いただきます。待って、パンしか食べてない。どうですか？おいしい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はあのあれね、ヒカルちゃん特集なんで、はい、オープニングもヒカルちゃんの食レポからはい、始めました、ね、よろしくお願いします。お願いします。今日またあのソロ、ソロやっと、やっとあのシェディングスキーダーン、ね、やっとあの見どころまで届いてますね。ダーン、はい、それね、ソロ、今回よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあまず聞いてみましょうか、ソロね。はい、はい、じゃあ聞いてみましょう。どうぞ。ここからはい、今のところね、今のところで、そう、かっこいい、短いから、まあ、でも2小節ぐらいですね。そうですね。これはここちょっとリバーブとか入れてみようかな。リバーブ、ああ、おお、まあ、いいですね。これちょっとコーラスなんかを入れると、お、すごい、ね、いい感じに聞こえてきます。でポジションは一個一個説明すると長くなるんで、うん、このここでで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 でね、おお、なるほど。今のとこポイントは、ポイントはこの最初のミュート。見ました、これね。こんな感じで。なるほど。ちょっとソロっていうねえとこは、うん、ちょっとやっぱりギタリストとして感情を込めないといけないパートなんで。そうですね、うん、それをこう目立ちますしね。はい、そんな感じでやってみましょうか。やってみましょうか。じゃあ曲に合わせてやってみましょう。はい、俺なり弾いてみた。はい、てな感じで、てな感じで、どうですか？ちょっと最後しくったけど全然顔で弾けてなかったんですよ。結構顔がちょっと頑張ってました。頑張って、ちょっと頑張ったんだけど今のがいい。こんぐらいでやらないかな、やっぱね。じゃあソロの続きはまた今度、また次回ね。今度顔も気をつけますんで、ぜひ。すいません、ゆりちゃんが怒られちゃう。いや怒ってないです、怒ってない、もうそれをすぐ怒る。すぐ怒っちゃう。あとでボコボコにされます。今日はじゃあそんな感じで。ではでは、はい、また次回、はい、ね、ではでは、ソロの続きを、ソロの続きを、はい、行きましょう。はい、では、じゃあまたお会いしましょう。福ちゃんね。